皆さんこんにちはこんにちは表現者クライテリオン編集長京都大学の藤井聡ですアシスタントの吉田なおです本日も kbs 京都ラジオスタジオからお届けしておりますこの番組は毎週月曜日夜9時30分から放送している番組で今のアルガマもたっぷりとお届けしておりますもう縁も竹縄と言いますがはい。あもう今やもうコロナ自粛竹縄な状況で, <laughs> 本当で、ね、ゴールデンウィークねまあまあゴールデンウィークが先週、うん っていうかもうね開けたところですけれどもこれもねステイホーム大合唱家にいてくださいまあまあでも去年比べたら随分ねあのコロナ疲れもあったんだとは思いますけど状況は違うんだとは思いますけれどもそれにしてもねみんなあんま物考えてないじゃないですかコロナについて確かにもう自粛しなかんねやみたいなそれをまあ我々コロナのとこ呼んでるんですけどコロナこのコロナの音がね コロナ以上にヤバいやつなんやと<う> 1>, これ1匹だけでもこれかなり怖いんですけどこれねなんか100万匹とか1,000万匹ぐらい集まってくるとね、はい、めちゃくちゃ破壊力あるんですよもうこれ核兵器よより怖いんですもうねこれはねもう凡庸という悪魔と私は反面してるんですけど<ー>その悪魔ちゃんはもう怖い,怖いもん僕一番それ怖いそれをねもうこれ、まあ、全体主義と思うんですけどね 今日はね、その何て言うんですかねコロナの話を、うん、まあ僕らのポリコレで説明したじゃないですか雑誌で,、はいでね、あれとかぶ、まあ、るというか同じような話なんだけど、うん、また別のもうちょっと社会学的な概念の全体主義っていう概念があるんですけどこの全体主義っていう概念から見たらこのコロナ現象でどうなるのかっていうのをね、うん、説明したいと思いますしその時のキーワードが「凡庸という悪魔」。 これね僕そういう本書いてるんですけどねぜひそれをねあのー、お話をお聞きしたいと思いますから最後まで聞いてもらいたいと思いますよろしくお願いしますコロナの王が召喚した凡庸という悪魔コロナ全体主義を打ち破れ週刊クライテリオン藤井聡のあるがままラジオこの番組は京都大学教授雑誌表現者クライテリオンの藤井聡編集長が編集長の立場から 日本のあらゆる問題を評論する番組ですこんばんは表現者クライテリオン編集長京都大学の藤井聡ですこんばんはアシスタントの吉田尚です今日はね4月30日、はいえー、これ放送が5月10日ですかこれ、ね、そうですねでまあ緊急事態宣言中ですよまあ一応4月30日時点では11日にまでかもみたいなことですけど、はい、ちょっと問題延期するかもしれんぞって言ってますがちょっとねあの今の時点でどうなってるかわからない ですけれども、まあ、何にしてもですねもうかなりえぐい行動制限かかってますよね、今、行政、ね、からはね、はいまあ。国民は意外とあっさりまだしてるんですけどね、あのこの4月30日時点では、うんあの。データを見てみるとね、あの去年、一番自粛してたのは、まあ、4月なんですけど、70%行動が減ってたんですよ。 それでねあの1月2月3月緊急事態だったでしょ、はい、あの頃はだいたい4割ぐらいの自粛だったんですよお全然、まあねうん、違いますねそそうそう,そうで今はどれぐらいかっていうと大体3割ぐらいお<ー>これ東京で東京だけでねはい、はい、で3割って言ってねたいもう去年の夏とかも3割だったんで、うん、だからもう緊急事態宣言やってないのと同じぐらいなもんですよ緊急事態宣言がかかってこれ5日たってる時点で、はい、あんまり緊急事態じゃないんですもう要するにもう。 もうええやんけもうええかにしてくれよもう。っていう感じに国民はもうなってるんですよ。うん、なってますね。これね考えてみてください僕これね4月のね去年の最初から言うてましたけど、はい、いや自粛させるんやったらさせてもええとさせてもええとただし条件があると1回まあ、2ヶ月か3ヶ月ガツッとやってやったら完全に収束して元に戻れるんやったら自粛してもいいと。うんうん でその後ずっとととと。何もせんででいいいいよう,ということであれば自粛していいと、はい、だけど一回やって自粛してでそれでまし、えー、になったから言って解除してそしたらまた拡大してまた自粛させってこと繰り返すにやったらもう自粛なんてさせんなとうん、うん、それやったらコロナと付き合うっていう話になるやないかとだからどう賢く付き合うかを考えるべきであって8割自粛なんてやるのはバカのやることだと、はい、もしやるんだったら 完全にコロナを駆逐してそれ以降完全に元に戻れるという場合においてのみは正当性があると、うん、いうことを僕は、ね、ずっと言ってたんですけどまあ誰も言うこと聞かなかったですね。<laughs> 何にも聞いてない「八村自粛神話」って言われて「イエローバイ!」って僕はその論理に基づいて「いやこれはどんだけ自粛したって一匹残らずコロナを退治することはできないから」うん コロナをの過剰自粛じゃなくて、うん、コロナと日常生活の中でうまく付き合う方法を考えるべきだとこうずっと言ってたんですけど多分ね国民の皆さんも大体常識で考えたらそうやと思うんですよ。でなって自粛して我慢して開けたら「よかった言っ」言うて、ん、背伸びしてたら「また自粛や」言うて「また」って言って。 でまたた開けもた一月もたんだうちまた「えー、もういつまでやらされんのうちこれもってなってでもだんだんアホらしなってきてでだからねあなるほど効果が目に見えないから。なんですけどもそしたら自粛離れが国民が始まってくるとより一層息に立つわけでしょ自粛警察派は。はい でもコロナもっと抑え込め言て酒飲むな8時消灯しろ家飲みもするなそのうち家族同士とも酒飲むな家族同士とも一緒に飯食うなですよこうなったらもう行きすぎも行きすぎああもうほれで若者かかってもこれ変異種は言うても入院とかほとんどないんですからね受注ハクっていううかもう 1> 1もないんだから、うん、でもおじいちゃんおばあちゃんだったら一番に割あるんだからおじいちゃんとおばあちゃんがそうするんだったらわかるんですけど、はい、おじいちゃんとおばあちゃんどっちかやったらそんな言うてもあんま言うこと聞かへん人頑固な人ですからね <laughs> <laughs> 意外とおじいちゃんおばあちゃんの方が頑固な人多いですからね自粛あんましてんとうわ外歩いておばあちゃん同士んかうわあ喋ってうつし合ったりとかしてクラスターなってるんですよあそうですねでその人の病院に行って、はい、でそのそのおばあちゃんたちって若者と全然合わないんですよはいそんなもの全然合ってないんだから若者か,かっても何も関係ない、うん 何若者だけ押さえつけてですよちょっとやり方がね,もうね違うのかなって青丸出しですよね、うん、でねでそれでもまたこうものすごい自粛中ちゅうことになってね、はい、店が潰れてこの間文化とかだって僕たちのかけがえのない記憶思い出だって潰されていってるわけじゃないですか、はい、これはね本当にアホな状況でアホ丸なしな状況なんですよでしかもこれ 僕インターネットとかでも喋ってるしここでも喋ったと思いますけどね緊急事態宣言を出した4月25日の時点で大大阪は拡大は拡終わってるんですよ感染の拡大そこで頭打ちになってまた下がる状況ではないかと、はい、まあまあそこからまた上がる可能性はなくはないですけどもうそこで一旦上げ止まりになってるところでねちょっと様子を見るっていうのがただ <laughs> 正しい状況なのに、はい、まあそこで自粛や言うて、うん、もう何にもデータ見てないわけですよ。だからね、うん んに疲れてはきてはいるけれどもコロナについてしゃべる人はみんな何も考えてないんですよ。ってロボットのようにこう言ってるんですよね。これってね要するに思考停止っていうことなんですけど、はあ、これね一人だけ思考停止に陥っててもこれ相当ひどい人生になるでしょ。うん、何も考えてなかったらそれこそなんか犯罪に巻き込まれたりね,そうですね事故に巻き込まれたりあるいは大きな病気になったり。はい 人生めちゃめちゃになったり危険だらけでしょ考えないってやばいじゃないですか変な男に騙されるかもしれないだだめめ。ね、なんとか詐欺に引っかかるかもしれないしで、それがねみんなで酔ってたかって思考停止に陥ったらもっと恐ろしいことが起こるわけですよ何かって言うと第二次世界大戦とかあれ思考停止どこだって言われてるんですようん。あとナチスのジェノサイド大量ギュダヤ人ジェノサイドねあれも あのドイツ人の思考停止が生んだっていうことが分かってるんですよ。あと中国の文化大革命でもこれ1000万人ぐららい死んででますからねであとロシアだってもう大粛清やられてますからね1,000万人とか2,000万人共産主義革命でやられてますからねこれ全部思考停止が導いたってことが実は社会科学的に、はい 明らかにされてるんですよそうなんですね一人の思考停止も大変な人生になるじゃないですかなりますりなりますそれかもう何百万人何千万人何億人一億人っていうのが全思考停止に陥ったらもうとてつもない巨悪が起こるんですよ、うん、それ人類史上最大の悪魔と、はい、こう言われてるんですよね僕はこの問題をね凡庸という悪魔二十一世紀の全体主義っていう本の中で、まあ、書いて出版しないでこれもう年前に出版してるんですけどはい でも本当こんなこと起こしちゃあかんということを言ってるんですけど、うん、それがねもうまさに今コロナで起こってしまってるんですよねコロナでみんな思考停止落ちるで思考停止に落ちるん、ね、でパターンってあるんですよ怖がること今怖がってますね恐怖が人間の思考を止めちゃうんですよ、うん、毎日毎日報道で、うん、全部そうでテレビを見させることでみんなが思考止まるでしょ、うん、そしたらねそこで、ね、世界最大の悪魔が召喚されるんですよあ 恐ろしいそうだからね今コロナ脳によってとてつもない悪魔が日本に襲いかかってきてるんですよはびこってるんでそう,そうもうコロナ脳が召喚したでっかい悪魔が日本を潰そうとしてるんですよ、ねうん、まきょはそんな話をねしようと思いますお願いします聞けば今の日本のコロナ全体主義の恐ろしさがよくわかる30分午後10時までお付き合いくださいさあお送りしています「週刊クライテリオン藤井聡のアルガママラジオ」今日のテーマは「 ココロロナナ脳が召喚した凡庸という悪魔コロナ全体主義を打ち破れ、うん、まずね先ほど申し上げましたけど思考停止というのは一人人の人生にもも巨大な弊害をもたらすとそれが酔ってたかって思考停止に陥ったらとんでもない悪がその国全体を覆ってとてつもない破壊が進むんだと、はい、それが第二次世界大戦であり大虐殺であったりゼ、うん、ノサイドであったり。 したんだとまあそんな話しましたけどね、はい、でこの話が今コロナに当てはまるってみんなピンと来ないと思うんですけど完全に当てはまってるんですよまずねこれ一つ言えるのがこの間ポリコレボの話だ覚えてますしましたね,ねはいコロナ怖いだから自粛しろっていうのがポリティカルコレクト正しいって言われてて、うん、それを言ってたらテレビでも何でも許されるけどそれに反対したらお前自粛させへんのかお前でバーってみんなに叩かれるとはい。 で僕なんかがその行動したらえん違うんかと酒飲むなんてどういうことやって言ったらもう大炎上するとそれこそポリコレ棒だからもう皆さん僕のことをポリコレ棒でボンボンボンとン立ててくるわけですよ、うん、でねポリコレ棒で叩かれた時の痛みを感じないコツってあるんですよ。僕全然ねこれんでかって言ったら <laughs>、はい、これポリコレ棒やわ。 と思ったんですよ。ああ、それで自分も、ね。そう,そう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 。だから、あの、時々プロレスラーの方とか亡くなったじゃないですか。炎上とかでうん、うん。あ、そうですね。あれはね、間に受けちゃったんですよ、かわいそうに。うん、だからも、もう、心の底から <laughs>、これ、ポリこれ、もう、これ。って思ってたら、なんか、うじうじがたがってるみたいなもんになりますからね。うん、っていうのが、これ、あの、炎上。 した時っていうかあの、はい、炎上覚悟で行く時のコツなんですよねんほんまにだから意図的に行く時ですよ、はい、ただほんまに悪いことした時は叩かれといた方がいいと思いますねそれはまあそれ置いといて <laughs>、うん、まあそれはまあ,あのポリゴレバーを使うって思考停止だから使えるって話じゃないですか、はいね、でもっと具体的に言うと「酒飲むな」って言って「そうだそうだ」って言ってますけどマスク感触って言ってたじゃないかと言ってましたねで酒飲まんでもそんなのスターバックスで1時間ベラベラしゃぶっとったらうつったりとかするじゃないですか、うんうん、だから酒飲むのまんっていう話もうつらんようにするにはどうするか っってていうふうに考えようぜってことなのにそういうふうに考えないで酒飲むなって小池が言ったからそれでその通りだビャー言うてるともうアホっていうことでですすよよねね、うん、あと医療崩壊防ぐんだったら高齢者の行動だけ止めりゃいいんじゃないですか、はい、あるいは高齢者と若者が会う行動だけ止めたりその2つだけ止めたらいいんですよ。 止めろなんて言ったらお前そんなこと言うから若者に感染が広がるいや広がってみる方が関係ないからもうんまあ、アホなんですねここがアホと喋ってもしょうがないな状況なんですよねでさらにねあの医療崩壊防ぐんだったら感染者数を減らすだけじゃなくて、うん、対応病床を増やしたら必要ないいわけじゃないですかそうですねで対応だから自粛しろっていう議論がねメディアの中の半分閉めててもいいかもしれないけど、うん、対応病床を増やさない行政の問題は半分ぐらいテレビでやっとくべきじゃないですかそうですよね全然やってないでしょそれをだから分かってない人たち もうねいっぱいいますしこれでもうなんか吉村さん頑張ってるとかね頑張ってへんちの医者から聞いとるわっち話ですよ全然頑張ってないですよそんなものもっともっとねや増やさないといやそりゃ頑張ってないっていうことはないかもしれないゼロじゃないかもしれないけど必要な状況まで頑張ってないじゃないですか、うん、で、それを頑張るために首長になったんちゃうかお前ですよじゃあなんでそこ責めないんですかでもそこ思考止まってるわけですよね、うんうん で、さらに言ってもあの緊急事態宣言を出す時にはもう収束に向かい始めてたっていうことはこない先ほども言った通りですよ、はいで。緊急事態出すよりもこれもうちょっと待っといたらええとか。うん、だからねちょっと考えた分からのこと何にも言わんと自粛しろ自粛しろ酒飲むな言うてるんですよ。はい、だからねこれも明らかに思考停止に陥ってます。うんうん、もうはっきり言ってもでそれで,でどうなるかっていうと経済も教育も文化も壊れてるわけですよ。実際にね 何も考えてないから、医療崩壊は止めれないでしょ。だって、太陽供給力を上げてられないし。うん、高齢者の行動を止めれてないんだから。うんうん、もう一回言いますけど、感染者の、新規感染者の大半が若者だけど。はい、あの重症化の大半が老人なんですよね。重症化というところがね。ポイントですねそうそうそう、だから、若者の感染を止めることは、うん、医療崩壊に対して影響が極めて少ないんですよ。うんはい 2階っていうか5階からスポイトで目薬を落とし入れるようなもんですよ。入るかはお前ですよそんなものだからちゃんとおばあちゃんの目にちゃんと水で洗ってあげた方がええみたいなもんでしょ。2階からいスポイトやっちゅうねそんなもんってことでほうとええ。はい、いやたまにかかるかもしれんけど、<laughs> やった方がよりでやらんよりやった方がいりで確率的にね。<laughs> アホなん自分 っってていうここれ思考停止ってことなんだでだから結局医療崩壊も止まってないんですよ、はい、社会も経済も文化も壊れてるだけじゃなくてアホばっかりだから医療崩壊も止まってないって言うんですよ。でこれでねみんながアホなってしもてなんかわけのわからんポリコレース信じてわあ自粛しろとか言ってる全体的で言ってるっていうのこれを全体主義って言うんですよ、はい、戦前は全体主義でしたナシス・ドイツは全体主義でした、うん、文化大学も全体主義でしたって言われるあの全体主義ですよ。はい もう一番怖い現象なんですよね。個人が自由で発言したら、うん、もうポリコレ棒でこれをやるっ,って。これ、ね、と戦時中でいくとね。根性を入れれば、鬼畜米に勝てるっていうポリコレ棒があったわけですよ。はいはい、勝てるかいうね。向こうどんだけ軍艦持ってて、どんだけ大砲持って,て、どんだけ飛行機持ってんねんですよ。うん、で、根性入れたら勝てる。<laughs> でも玉砕して、みんなバだバだ死んでったわけでしょ、はい で根性いうから合理性なんて考えるのはそんなもん何弱もを考えることだ言ってお米のこととか鉄砲玉のこととか弾薬のこととか考えへんからインパールで人が大量に死んだりねでもいろんな作戦でもう弾がないから死んでいくわけですよ食べ物がないから死んでいくわけですよ医療力がないからマラリアンドって死んでいくわけですよもう第二次世界大戦亡くなった兵隊さんの過半数っていうかもうほとんどと言っていい方が弾で死んでないんんででですよで死んでるんですよ。 これね。多ポリコレ棒の仕業ですよ。はい、もうちょっと頭使えってことですよ。うん、だからでで実際ね。あのー、日中戦争って始まったの始まったんですよ。はい、で、中国なんてでっかいからどこまで行っても戦争の終わりってないんですよ。うん、で、やめなあかんかったんですけど、はい、時のこの絵内閣はやめなかったんですよ。これ何でかって言ったら国民が戦争を望んだんですよ。 ったれもっとった?」れって「南京<ー>取った?」やったらもっといいかながでもこの絵さんはねあここでなんかちょっとこうちょっと吉村さんとか小池さんが「コロナ自粛です」って言ったら2期出るかなと思うように「日中戦争もっと行くのでございます」みたいなやったわけですよ、はあ、なるほいでもうちゃんと分かってるじゃそれやったらやばいっすよ」いやでもこれ今言ったら俺支持率上がるから」いややばいっすよ」ってなったんですよ。<ー>だけどこの絵に日中戦争を続けさせたのはこの絵じゃないんですよ。 あそうかだから国民なんですよ国民の上で踊ってただけなんですよ自分がこのまま人気でいられるからだからね戦争途中でやめれなかったのもこれ軍部のメンツだとか言ってるのはね、うん、海軍のメンツだ陸軍のメンツだって戦争がずっと終わらなくて最後陛下がもう大敵を大のびがたきを忍びもう敗戦ポツダム選挙を自宅しましょうと、はい、いうまで言ってしまったじゃないですかなん、はい、でかって言ったらここで もし俺らがちょっとちょっともう向こうと手打つとかって言ったらこれ国民にメンツが立たんと、はあ、国民はもっと行け鬼畜兵やっつけろー言ってるわけですよ、はい、だから国民が全体主義に陥って、うん、で実は本音は疲れてるんですよ戦争しんどいわ思ってるんですよあのー、この世界の片隅で見たらわかるじゃないですかそうですねあの漫画で、ね、も本当は疲れてるんです、うん、疲れてるけどこう全体主義の恐ろしさはね本音は本音で一応あるんだけどそうじゃなくて建前になるんですよ みんなで「今コロナやばいっすよ」って言っても建前じゃないですか、うん、全部うん、うん、で建前で鬼畜兵とかで根性で勝てるんだ竹槍りで B25 を落とすのだって言ってる建前疲れてるんだけど言い続けてるんですようん、うん、でその建前言われてるからもう軍部もその建前に押されてもうやってしまうん,なんか本当にそこと重ねるとコロナと似てますねそ,そっくりなんですよで、うん、結局それはね僕はね今からね菅さんと小池さんと吉村さんをね面談してあげます あなあなたたちが悪いんじゃない、はい、あなたたちはバカなことに踊ってるだけです一番悪いのは大衆なんですよ、うん、大衆の熱狂しかも大衆の本当の熱狂だったらまだいい、はい、建前の熱狂なんですよで、その建前の熱狂どっから来るかってわかりますソウル言わんかったらやばいと思うからでしょ、はいでね、隣の人の顔色を見て建前言うんでしょ、うん、空気を読んで要するに小市民の 建前の熱狂ですよ。その小市民ってね。もう全然素敵さも何もない。凡庸ないしょうもない。つまらない。 ちっちゃいちっちっゃいやつですよもうちっちゃちっちゃいこいつちっちゃみたいな凡庸な小市民のの建前の熱狂ですよそれが集まって悪魔にそう悪魔になるんですよです、ね、それが第二次世界大戦をずっと大東亜戦争で日本はあんだけ破滅的になってドイツだって破滅に導いたわけですよで中国人だって何千万人ロシア人だって何千万人一千万人二千万人が死んでいくっていう状況を作ったんですよでそれが今コロナがコロナにの状況の中で日本によって現れたんですよその凡庸の悪魔が。はい だからねでね一人一人見たら普通の、ね、サラリーマンなんですよ普通の政治家さんでもう小池さんもね吉村さんも普通のちっちゃい男と女ちっちゃい女なんですよよしもう菅さんなんて見たことないもうちっちゃいちっちゃいじゃないですかもうのみの神経もないんちゃうかって見たわかるでしょもうちっちゃいちっちゃい男じゃないですかねだからその君は悪くないんだよってことなんだけど、はい、そういうのがいっぱい集まると氏々、はい、も大量に集まるととてつもなく魔が生まれるとそうですね いうことなんですよだからね一人一人をねここはね頑張って批判しなあかんのじゃん。で頑張って吉村さんとか小池さんとか菅様あんたたち責任者なんだからちゃんとは腹くぐってやりなさいよと批判せなあかんので、うん、そうじゃないとこの全体主義が止まらないです加速していくんですよ、ね。でねそのそんな凡庸な小市民ってね悪魔を召喚する凡な巨大な悪魔を召喚する凡庸な悪魔の。 を導く小趣味ってどんなやつなのかその悪魔の正体はどんなやつなのかっていうのがねよーくわかる一曲をね今日はご紹介しましょう。はい、太田んかその一人一人が小さくても、うん、集まれば巨大な力になるじゃないですか。うんうん、だからそれを そっちじゃなくてそうしたんすよね睡眠みたいなそう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 なんですよだからね本来人類ってそういうふうに作られて発展してきたんですよでそれがねなんか本当はそれが善の方向に使えるはずなんですけど悪魔が本当にはびこっちゃうんですよ人間のちっちゃさがねそれを作っちゃうんですよ 太田博美で木綿のハンカチーフお届けしました、うん、今日この全体主義の話でねはいなんで木綿のハンカチーフやねるとまさかかかるとは思わなかったでもね <laughs> 僕この男ねほんまにつまらんちっちゃいショーな男かなと思うんですようんうんこれどんな男かっていうとねはいあのまずこれこの曲は1975年僕が7歳 小学校二年生ぐらいの時の曲ですごいなんか楽しい曲かなと思ってたんですようん、うん、でも最近気づいたんですこれやばこの歌詞と思ってそうなんですか、うん、これ松本隆さんですけどね、はい、すんごい歌詞なんですこれまずねカップルがいるんですよ田舎のカップルが、うん、でこれ学生の時付き合ってるんですよねで男がね東京に行くんですよ <laughs> はい、はい、まあ学生か就職かで行くんですよねでそしたら男は都会の贈り物探すよって言うんですよ、うん、そしたら女の子はいいえ欲しいものなんてないのよただ都会に染まらないでねって言うんですよ じゃあしばらくしたらねあの都会で流行りの指輪見つけたから送るよっていいえダイヤも真珠もあなたの競うどきらめくはずないもの素敵ですよね何度がねそしてそのもうちょっとしたらね男このアホの男慣れてくるんですよ、はい、恋人よ今も素顔で口紅つけてないのか、うん、と見違うようなスーツ着た僕の写真見てくれって送ってくるんですよ、うん、ちょっと嫌な感じになってみた,、ま、てた都会に染まってきすて。 それでいいえ草に寝転ぶあなたが好きだったのようんそのままの彼が好きだった、うん、だでも最後このこの音こ,こんなこと言い出すんですよ、うん、恋人よ君を忘れて変わっていく僕を許して毎日過ごす街角僕は帰れないうん裏切ったおい,お,いお前ちょっと言っていいですかカタカナです漢字じゃないですカタカナですよカタカンですよこれいいんですかねこれ。いやちょっとダメダメダメそれでもダメかいやもう ちょっとお前これあかんやろお前と、うん、お仕置きするぞと本当に、ね、で実は女の子最後こういうんですよあなた最後なわがままわがまま贈り物をねだるはねえ涙拭く木綿のハンカチくださいうわ切ないえー、こんな深くなったんだ そうですよ改めて知りましたすごいでしょこれはね,ね男のアホさと女の偉さを歌歌ってる映画歌なんですよもうほんと女性が素敵すぎるだ <laughs> からねこの女性の素敵さを表現するためにハシの妻になってるんですけど、<laughs> うん、今日のメインはそっちじゃない男の妻なさなんですよいやそうですねこいつしょうもない男でしょどん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 染まっていってでしょこれなんか要するになんかほんまに大事なもの分かってないんですよ青やから、はい、それでも都会のなんかきらびやかなものしかも田舎から出てきてほんまものきらびやかその分からないにまがいものの きらびやかなもので喜んどるんですよ。はい、安いもんとかで、トゥエとか流行りもの、どうせなんか三両品ぐらいのもので喜んどるんですよ。うん、もうその時点でも。ショーマなやつですよね。はい、それでもなんか田舎もん同士で集まって、なんかきゃきゃきゃで東京で遊んどるやつらですよ。も <laughs> う気持ちる。気持ちる。これ、こそも思考停止してるんですよ、こいつ。ああ、なるほど。もう周りを見て。そうそうそう、何が本当に美しいかっていう心が動いてないんですよ。うんうん、周りが何が美しいかっていうと、るの子読んで、そいつの中で喜んでるものを。 いいって言われてるものを集めてきてこれいいよって言ってでしかも田舎者のこと見下して、はい、都会にこれ送ってやるよとか公園ってもなんか今まさになんかテレビで見たしょうもないコロナ情報とかね、うん、周りでなんか自粛しなあかんとかっていうと顔色見ながら自粛しなあかんのよって言ってるやつと全く同じなんですよ。はあ ですね、ちゃんと心で考えたらマスク会食しましょうとかデータを見たら今緊急事態じゃなくていいんじゃないですかとか、うん、対応病床を増やさないといけないんじゃないですかってあれ実は頭を使ってるんで僕はいつもね心を使ってるんですよ。うん、僕はねね常にににをを考考考ええ、うん、えるる頭ででででない心心んすよ主人にして その中心に心を置いて下辺に頭を置いて考えるるよようにすすんでそしたらね全体が見ながらディテールもちゃんと見えてるようになってきてね<ー>ちゃんといろんなものができなくなってくるんですよ。なるほどで,でもねこういうバカどもってね心がないんですよ。あるいはあってもちっちゃいのみの皮みたいなプーみたいな <laughs> もうソウルレスなもうソウルなしなんですよ。 結局その全体主義の悪魔に全員が絡み取られていくわけですよ要するにね一人一人心があったら全体主義の悪魔ってちんけな悪魔だから誰も騙されないんですよ詐欺になんか騙されないんですよ、うん、でもね全体主義に絡め取られるコロナのやつって要するにねそれだけその一人一人の力がガッと集まったら大きい力になるんだから悪い方向じゃなくていい方向本で「睡眠」ってあるじゃないですかそれみたいに悪者をやっつける方向。 そうなりゃいいんだけどあれはね心で睡眠守ろうと思うからですよでもねあの能力をどっかの悪い奴が出てきてメディアかなんかがねだから悪い奴がこうエレよ言ったら全体主義一気にブワッとできるんですそれでハビコちゃんそうですねもう木綿のハンカチーフくださいこんな歌やったよこそうこんな歌だったんですよびっくりしたすごいでしょ昭和歌謡の偉大さなんです偉大偉大 ではそろそろ終わりの時間が近づいてまいりましたが、はい、この収録は4月30日の、うんえー、午前11時前に行っておりましたそうそうだからねこれ5月10日のね、えー、じゃないですか10日分ですね収録がはいでこれまだ10日ぐらい先ですからねこれどうなったらこれわからないですけれどもで,、ね、でもね、うん、確実に言えることは今日話しした「凡庸」という悪魔がもうはびこりまくってますよもうほんとですねでそれがもう真っ黒なブラックスイミーとしてね、うん ブラックスイミとして日本を覆いまくっていろんなものを危機として潰してますよ。うん、それこそその、うん、東京のね8時以降、うん、消灯この暗闇も、うん、そういう悪というかね、うん、いや本当にそう、ね、そういう気持ちをこうう大きくさせますよね、うん、だからね今本当ねもう地獄みたいな時代ですけれども、はい、ぜひねなんかもう心をしっかり持ってねそううですねもうあの時にこう太田ひ美でも聞きながら。<laughs> まあもうロックでも,もうパンクでも何でもいいですからこう音楽は心をねこう守ります動かしますからやっぱりねちょっと頭で考えるのやめてください心で考えましょう。では表現者クライテリオンの 最新号ですが今コロナ疲れの正体暴走するポリコレが発売しております書店あるいはインターネットで表現者クライテリオンと検索していただきますとオフィシャルホームページが出てきますのでぜひご予約くださいホームページでは1割引きお得な定期購読もご利用いただけます また番組では藤井編集長への質問やご意見お待ちしておりますメールアドレスは藤井アットマーク KBS. ドット京都ですよろしくお願いいたしますそれでは編集長今夜もありがとうございました、はい、どうもありがとうございましたそれではまた来週月曜午後9時半までさようならコロナショックによって世界中がパニックに陥ってしまいましたが日本はこれからどうなっていくのか 重大な議論に立たされている日本は、これから何をすればいいのか。そのようなことを解説した書籍が、三橋隆記の2021年第二次世界大恐慌と日本の危機です。こちらの書籍は、書店では購入できません。こちらの QR コード、また概要欄からお買い求めください。 いつも三橋 TV をご覧いただきありがとうございます。ぜひ高評価とチャンネル登録もお願いいたします。そして概要欄にはさらなるお得な情報があるので、はい、そちらもぜひチェックしてみてくださいね。